新年明けましておめでとうございます。2024もこのチャンネルをよろしくお願いいたします。今日持ってきたのは山もみじの素材ですね。こんな感じで1本なのかな、なんか2本ぐらい生えてそうな感じもする山もみじなんですけど、ずーっと放置しててね、先端の方ビューンと伸びている山もみじさん、今日こいつの冬自宅やっていこうかなと思います。冬自宅っつってももう冬なんですけどね、この時期に手入れすると水拭くからやめた方がいいよっていうのがまあセオリーですね。セオリーなんだけどセオリーを無視してやっちゃうっていう、そんな感じの新年一発目もみじの冬支度やっていこうかなと思います。水拭くと何がダメかってまあ弱るんですよね。木が弱って場合によっては枯れちゃう可能性がある。だからやめた方がいいよって言ってるんですけど、上落として根っこも多少切れば水が止まるよっていう話もあるんで、まあ多少根っこ落とせば、まあ、弱らずに済む。まあ手入れてる時点でね多少ダメージはあるんで、上を落としたりとかね、そういう強剪定とかやったりするとまあダメージを与えてしまうんで、ちょっとねまあ負荷はかかっちゃうんですけど、まあお構いなしに、そんなお構いなしにやっちゃいましょう。はい。ちょっと待って、裏に針金が残ってるんで、こう木を止める針金ね、これ残ってるんでこいつ外していきましょう。やっとこが目の前にないから、ちょっと刃こぼれが怖いけど針金切りで外していきましょう。シュッ、よいしょー、取れた。皆さんは今年の1年どんな感じの1年にする予定とかありますかね。今年も変わらず去年と同じ感じでやっていくのか、それともね仕事の面とかでなんか進化を求めてやっていくのか、どんな感じの予定を立ててらっしゃるのか分かりませんが、まあ僕は仕事はもちろん進化させていくのはもちろんなんですけど、この盆栽もね、盆栽チャンネルもやっぱり進化させていきたいですね。まあ引っ越しあるんでね、それが一番大きな変化ではあるんですけど、まあ、引っ越しして次の環境にまずは慣れること、次の環境でね棚場作って、そこでの盆栽生活に慣れることがまずは第一目標で、まあ、土地の話をね、まあ、動画見てくださってる方は分かると思うんですけど、過去に、まあ、土地買いましたよっていう動画をねちらっと上げさせていただいたんですけど、今どんな土地かはまだお見せしてないんですけどね、その土地がねやっぱちょっとね予算が足りなくって、外交はねほとんど手が回らない状態なんですよね。さすがに200坪全部に例えばコンクリ敷き詰めるとか、外交でね200坪全部とかそういうのをやり始めるとめちゃくちゃ金かかるわけですよ。でその予算を全部、家の方に回しちゃったんで、外交がねほぼほぼ手つかずの状態で引っ越しすることになりそうです。なのでまあなんだろう、空き地みたいな、ただの空き地みたいなところで盆栽することになるんで、ちょっとね外交もどうにかしていきたいな。庭のエクステリアっていうんですかね、庭作りみたいなものも楽しんでいけたらなと思っています。そもそも塀がないんですよ。塀がいるかどうかっていう話もあるんですけど、まず塀がなくって、で下も土がむき出しの状態。そんな中まあ盆栽できなくはないんですけど、まあ、盗難の事件もね増えてるじゃないですか。まあ、うちに盗難するような盆栽がそこまでないっていうのは幸いなことなんですけど、幸いなのかでも今年というか年々ねやっていけばやっていくほどもちろん立派な盆栽は増えていくわけで、増えていくとかねできていくわけなんで、ちょっとね、その辺も意識して外交をね、考えていかないといけないなと思っています。絶対増えるじゃないですか。盆栽作るの上手くなりたいって言ってる人が何年も何年も盆栽やってたら、そりゃあある程度ね、見られる盆栽が並ぶようになるわけじゃないですか。そりゃあね、増えていきますよ。なので、まあ、将来的なことも考えつつね、何年かかかってもいいから、とりあえず塀作ってもいいかなと思ってて、あと土がむき出しの庭だと雑草が大変そうなんで、ちょっとね、下もどうにかしたいですよね。できればコンクリとかアスファルトとかでこう全部埋め尽くしたいんですけど、家庭菜園する部分は置いといてね、埋め尽くしたいんだけど、まあ、そのための資金をどうするかとかね、まあ、YouTube 頑張って、この YouTube がガーンって伸びてくれれば、そういうのもね、こうエクステリア業者さんとつながって、その、外交、土地を埋めていく様子も流せたらね、面白いんですけど、ただ、こうやって、地道に、この盆栽作業をしているだけの動画にそこまでね、需要がないというか、全世界の人が、日本人がね、みんなが見たくなるような、盆栽やってない人でも見たくなるような動画ってわけじゃないっていうことはもう分かったので、ちょっとこのままじゃ難しいなっていうのも感じています。多分YouTube だけでその外交の費用を賄うってことは無理そうなので、まあ、その辺も考えてね、なんとかやっていきたいんですけど、ちょっとねハードル高いんでね、その辺どうクリアしていくのか、そこをね、僕もまだゴール見つけきれてないんですけど、そこも何て言うんだろう、考えていかなきゃいけないポイントかなと思っています。はい、そうこうしてるうちに手入れが完了しました。ちゃんと。こんな感じで。あ、ここにでっかい傷あるな。これは傷というか、切り戻しの後の枯れた枝。これも削っとこう。で、カットパスタペーストが未だに見つかってないので、トップ GM ペーストで保護します。水が溢れるのが早いか、それともトップ GM ペーストが固まるのが早いか、勝負ですね。おっとっとっと。はい、こんな感じで塗布完了しました。よっと。OK。これで終了ですね。足元が若干ふっくらしてきたかな。どういう粘りが埋まってるかまだ分かってないですけど、あ、そっか、そういう意味では植え替えしてもいいかもしれないですね。粘りを確認して、ここにね、太い根っことか何本かいるんで、ちょっと粘りが崩れる前に一回根を掃除して、こう粘り整えて、そこから走らせるっていうのも一つの手かもしれないです。まあ、小さいんですけど、まだまだこれもね、今年たっぷり走らせて、しっかりと太らせていいボディ作っていきたいなと思います。 OK、 終了。小向けでこちら持ってきましたよ。これも山もみじですね。山もみじのこれもだいぶ昔から持ってるやつなんですけど、メルカリで買った山もみじがなんか面白い形になってるやつ、なってるシリーズあるじゃないですか。まあ覚えてる方は覚えてるかと思うんですけど、メルカリで買った山もみじの片割れ、こいつもメルカリで買って瀕死の状態で届いた山もみじです。めちゃくちゃ成長が遅いっていうのが特徴成長は遅くて太りづらいんですけど、なんとかねここまではやってきました。これをねどうやって形にするかっていうところを今悩んでて、どっかで、ね、取りかけていきたいんですけど、なかなか形にするのはしんどそう。この辺で取りかけたら元細のやつが取れそうではあるんですけど、ちょっとつまんないですよね。やっぱこの固まってる部分でこう取りかけたいんで、そしたらこの枝とかいらないなぁと思っちゃったり、取りする角度をね今悩んでるところです。はい、ただこの辺とかもね癒着しきれてないところがあるんで、もうちょっと太らせてから取りかけようかなと思ってます。そんな感じの山ももち、黒ポットなんかに入れてねすごい雑な扱いしてるんですけど、なんとか枯れずに生き残ってくれてるやつです。こうがっつりいくか、せっかくなんで。頭がっつり飛ばしちゃいました。こんな感じででっけえ傷が生まれて、こういう感じの作りになっております。こういう感じね、これがどういう形で育ってくるかはまだイメージついてないんですけど、元の形のまま放置しててもイメージ湧かなかったんで、とりあえず形を変えていかないとね、なんか正解の扉が開かなさそうな感じがしたんで、一回大きな手を入れてね、このまんま来年走ってもらって、いつかここだっていうポイントがね見つかるかもしれないんで、それにかけてみましょう。ちょっと運頼みなところはあるんですけど、しゃあない。ちょっとこれで様子見ていこうかなと思います。 OK、 ちょっと固まるまで放置しようかなと思います。こんな感じで、はい、じゃあ1月1日本日の作業は以上です。今年もよろしくお願いします。